そう、クラコンの時は両方ね、二重がはっきりだった。あの時はね、なんでだろう、寝不足だったのか。こんばんは。炊いたお米は1合です。1食分じゃない、1日分ですね。クレンパサランさん、落花生ありがとうございます。コロンさん、ラブタオルありがとうございます。いや、鮭は買ってない。今日はなんか野菜たちを買いました。鮭は買ってない。夜ご飯、1合なので、でもまだあるんですよね。こんばんは。でも私はなんか自分が炊いたお米が食べれない人だったんですけど、炊飯器変えたらなんかちゃんとなんかまずくなかった。炊飯器問題やったんかな。めっちゃ昔の米で炊いたけど全然普通に食べれた。炊飯器、え、前までめっちゃなんか変な味してたんですよ。炊いたお米から異臭してたんです。炊飯器変えたら治った。そう、だから炊飯器が問題だったんですよ、きっと。炊飯器のせいに。ほずみさん、かわいい、ありがとうございます。やすべさん、キラキラ、ありがとうございます。そう、高い炊飯器有能、優秀。そう、全部炊飯器のせいだって。炊飯器になすりつけます。え、そうなんよ、普通に美味しかったです、お米。炊飯器毎回洗ってたよ、ちゃんと。でもなんか前の炊飯器は3時間ぐらいでカピカピになるんですよ。配信前に夜ご飯食べて、配信後に残った米食べようと思ったらカピカピになる。からもあんまりないやつだったんですよ。STU48 メジャーデビュー6周年おめでとうございますってね。今日がメジャーデビュー6周年、6周年の日です。暗闇、おめでとうございますね。6周年、タラの DD さん、落花生ありがとうございます。神ありがとうございます。今日はさっき前髪を切りました。今日多い前髪、今日は前髪が多い。パ
に。花ゆきさん、キラキラありがとうございます。こんばんは。家出るとき雨降ってたけど広島駅着いたら止んでた。やったね、傘いらん、傘いらんですね。ね、今日雨だよね。なんか朝起きたら外が暗くて雨かなって思って天気予報を見たら雨だった。雨、そうで8時におはようして、そのついでに写真消したんですよ。2時間かかった。1万枚消すのに2時間かかりました。意外とかかるんだよね。適当にバーピッピーピッピーってして消してったのに、ピーってしてピーってして、今だから私は2万5000ぐらい写真めっちゃ減った。そうピーってしてピーってしたらバーってさ、あの選択されるんですよ。1個ずつ押さんくてもこうやってこうやったら全部なるんですけど、そう1回1000枚選択したのにバグで消えたことがあって、消えたんです、1000枚選択したのに。で1000枚間違えて服なんとかにしてしまって、複製みたいな、いろいろミスりながら消した。そうピーってしてランダムで消した。自撮りいっぱいあったけんさ、まあ5枚ぐらい残したらいいやみたいな感じでピーって全部消していった。携帯軽くなったかな。ヤーク落花生ありがとうございます。ね、容量もうちょっと消さんといけん。ね、飽きてくるけど途中でやめたらさ、次再開するときなんか遡って大変だから、もうやるとこまでやっとこうと思って朝消した。だいぶ消した。いや容量の限界だったんじゃなくて、なんか不意に消そうと思って消したの。容量はまだあった、全然なんか消したくなったので。1万ぐらいにしたいんですけどね、あと1万消さなきゃ。こんばんは。ね、時間あるときに消した方がいい。倍の10倍以上あるのすごい。でも2万はまだ少ない方だと思うんですよね、メンバーにしたら。多いメンバーはもっともっとあると思う。1回のお話し会で100枚ぐらい増えるので、2時間かかった。2時間で14,48ぐらい。たっちゃんキラキラありがとうございます。そうでも4年活動して2万3万とか少ないと思うよ。どっか出かけてもさめっちゃ増えるじゃん。だいたい1カフェでさ20枚ぐらいは増えてるわけだから、結構
4年間のね、たくさんの自撮りと、だって毎公演でいろんな衣装で撮るじゃん。それも合わせたら3万4万ならそんなもん。だと思います。写真消すのね、結構時間かかるんよ。めっちゃスムーズに消したのに2時間かかるから、あんなにスムーズに消してね。1カフェ20枚物撮りです。5枚くらい。翼欲しいさん、キラキラありがとうございます。クラウドわかんない。見てると時間かかる。私水に消したんですよ。なのにそんぐらいかかった。タップせずに遠目で見て、こっからこの辺いらんみたいな感じで消したし、確認せずに。物撮り、そうカフェ行ったら物撮りもするし、自撮りもするし、ツーショットも撮るし。リンゴさん、ペンライトありがとうございます。わ、こんばんは。491日おめでとうございますって。91、微妙な数字。こんばんは。1500はあと9日やけん、すぐ計算できそう。1500、こんばんは。2月9日、ほうほう。ケンケンパーさん、神ギフトありがとうございます。記念日、みーくん、神ありがとうございます。2月9日か。肉の日、明日の広島の天気は曇りマークになってる。雨マークが消えたの、ゆきりか効果かなって。ううん、ゆきりか効果じゃないよ。明日はだって特に何もないから、ゆきりか効果ではないです。違います。私が外出る用事とか、私の何か、なんか止まった。
そう、明日は下北 FM です。下北 FM はお家からお送りするので、のみおくん、神、ありがとうございます。神、生電話申し込みました。早い早い。今日はみんな暗闇歌ってるみたいだから、リカちゃんも最後に歌いませんかって。暗闇最後に歌おうかな。早いかな、早いんかな。6年か。お気に召すままに、ね、まあ、暗闇6周年の記念日だから暗闇歌わないと。暗闇歌う素晴らしいタイミング。ちくわパパさん、神、ありがとうございます。もう6年か、早いもんやなって。もうなんかね、短く感じるね。それぞれだよね。6年か。 STU デビューして6年前は学生でした。私もだよ。 JK かな、 JK か、 JK 時代だ。こんばんは。オンエア前日に参上、明日もよろしくお願いしますって。よろしくお願いします。明日下北 FM、 大倉さん、ありがとうございます。今日の二重綺麗ですねって、ありがとうございます。時の流れを感じる。6年ね。そうよね、 JK だったと思ったらすごい長いよね、6年って。 JK2 くらい。おいえー、ストウチ巡りが懐かしい。言ってた。そう、 JK2 だったって思ったら、 JK2 なんて遠い昔の話だから、あー、長い歴史があるなって思います。DD3、 男子大学生3。 DD です、男子大学生。恒例の生電話への参加者も下北 FMX にて絶賛大募集中ですね。もう申し込んだ方もいらっしゃるみたいで、生電話コーナーお待ちしております。あなたが STU に入った頃の写真いただけませんかって。でも私が入ったのは4年前ですよ。4年前だよ。意外と最近なのかな。生電話申し込みます。ありがとうございます。
んばんは。ワクワク。フェリスさん、神ギフトありがとうございます。神神神。お疲れ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 。卵サンドさん、お庭外ありがとうございます。明日が楽しみで寝れなくなりそう。そんなに？マジ？マジ？まあ寝れるよ、夜だもん。フェリスさん、落花生ありがとうございます。ちくわパパさん、タコありがとうございます。ね、生電話コーナーが朝やったら寝れない可能性あるけど、夜ですので寝れます、寝れます。気づいたら寝れます。気づいたら寝てるよ。枕がないので寝れません。え、明日何時頃出るのって。19時です。ルイさん、落花生ありがとうございます。そう、夜だから寝れる。あ、準備配信どうしようかな、何も決めてないや。どんなスケジュールだったっけな。そうやね、リハーサルが終わった後に配信しようかな。1時間半ある、リハーサル終わった後1時間。まあ、あの予定入れますので、やらんかもしれんし、やるかもしれません。なんかタイムスケジュールみたいなのはリツイートしたよ、ポストしてくださいって。夜がいい、夜もしますよ、明日は夜しなければ。こんばんは。準備配信をするかどうかです。夜はする、夜だよ、準備配信も。勉強頑張れません。ゆきりかの頑張るモチベは何って。もうモチベなんかないですよ、モチベなんて当てにしてません。頑張るしかないんです。モチベ、モチベっていうか、なんか好きなことする時間がを準備配信ぜひお願いします ね、やるかもしれません。皆さんの笑顔、
え、勉強のモチベかと思った。勉強のモチベ、私勉強のモチベなんてなかったよ。勉強するモチベ、なんだろう、なんか勉強するモチベね、モチベはなかったよね。なんかやらなければいけないからやってただけです。くまぽんさん、落花生ありがとうございます。勉強のモチベは学校合格して大学に通う自分を想像して頑張ってた。偉いね、その大学に行きたいって思えるのが。何、炊飯のモチベはどのように高めましたかって。でも今日は食欲がマジでなくて、なんか何も食べたくなかったんですよ。だから本当に何もお腹空いてなかったけど、でも約束してしまったから炊きますって絶対。だから買い物に行きました。言ってしまったから行かなければならないと思って20時頃ギリギリまで粘ったんですよ。20時頃に買い物に行きました。でもいいね、約束をしてしまったら、そう、絶対守らなきゃいけないから約束をするのはありですね。絶対もう炊きますって言っちゃったから、なんか炊かんかったらさいかんなと思って、とりあえず炊こうと思ってとりあえず炊きました。そう、モチベがない時でももうとりあえず予定を入れたらいいね。まあ絶対炊くって言ったから炊きました。そう、今日はそんな感じ。でも明日炊こうとまた思えたから、明日の分の買い物もしたので、いっぱい炊いてない、1合しか炊いてないです。食べた、食べたよ。食べた食べた、食べてないのにさ炊飯器変えたら美味しかったですとか言ってたらやばくない。食べたよ、さすがに。私お腹空いてなくても夜ご飯は食べるっていうマイルールがあるので、あのお腹空いてなくてもご飯は絶対食べるんですよ。なので無理やり定食屋とかに行っていざ食べだしたら意外と食べれたりするから、お腹空いてなくてもとりあえず食べ始めるんです。そしたら意外と食べれたりする。ね、どんだけお腹空いてなくても夜ご飯は絶対食べるんです。とりあえず行ってみるって感じ。あ、ウォーターサーバーの水で炊きました。無理やり食べるっておもろいなって。嘘、普通じゃない？なお腹空いてなくてもさ夜ご飯出されるじゃん実家にいたら。それのあれで今でもそう続けてる。お腹空いてなくてもさ、お腹空いてないけんって食べんかったらなんか体に悪そうじゃん。だから無理やりでも食べた方がいいかなと思って。水道水でも美味しくなさそうじゃない？なんかからウォーターサーバーの水にした。
ね。水道水、え、実家の水道水やったらいけるけど、そう、愛媛だったら全然水道水。でもなんか引っ越したての時にさ、水道からさ、なんか変な色の水出るじゃん。それを見てからなんか、そう、マイルール縛り、なんか水道管の中が信じられなくなって、そう、食べれない。ノブローさん、ハートありがとうございます。白米は何をおかずに食べたの？なんか野菜炒めと自分で作らないお味噌汁と、あとポテトサラダを買いました。結構食べてるっていう。水道管の中が信じられないの。あとウォーターサーバーの水も減したいのもあって、なるべく使うようにしてる。氷の水もウォーターサーバー、氷、そう。でも明日は鍋をしようと思って、あの鍋の素みたいなんと野菜類を買って帰ったんですよ。定番の。明日もご飯も炊けばいいだけ。そう、明日まではある。何鍋、なんか鶏ガラ鍋みたいな。カレーうどん、そう、パックのなんかやつ。三船さん、神ギフトありがとうございます。神、めっちゃ持っとるやん。神、自分で作らない味噌汁、インスタントやないかいって。そう、お話し会の時に持って帰ったお味噌汁です。味噌とね、なんか用意されてて。神、神ギフト。フリーズドライって言うんだ。あー、あの乾燥させたやつ。今日あれだ、豆まきの豆買いに行こうと思ったの忘れてたよ。買い物ついでに、なくなる前に買っとこうって昨日の夜思ったのに。なくなっちゃう。まあ後で買いに行こうと。コンビニで買う予定なので。昨日イオンにはたくさんありました。へー、イオンね。
豆ってカロリー高くてびっくり。へえ。カロリー気にするタイプですか。高いんだ。カロリー。え、今日行ったスーパーなかったな。相変わらず愛媛フェアしてた。次元コンビニで買おうって思ってる。カロリー。そう、愛媛フェア。愛媛フェアやってる。イワシ。こんばんは。え、ね、鬼のお面ついてるやつがいい。目的だってほぼそっちだもん。鬼のお面だもん。ね。鬼のお面。こんばんは。恵方巻きは3日に買うのって。そうね、恵方巻きは3日かな。恵方巻きはね、3日に登場してくるじゃん。2日の夜ぐらいから。まだ登場してない、さすがに。豆はでもなくなるけんさ、早めにって思うけど。恵方巻きはまだ。セブンにもう出てる？マジ？嘘。でも早くない？恵方巻きって日持ちせんよね。まだかな。作ろうかな。いや、買った方がいいか。コーヒーさん、神、ありがとうございます。作るのむずい、マジ。じゃあやめとくわ。文吾さん、キラキラ、ありがとうございます。サージカルさん、ありがとうございます。え、ほんまきはめんどいから買った方がいいよって。分かった、じゃあ作らん。ほな、やめとくわ。コーヒーさん、神、ありがとうございます。うん。でも家でさ、巻き寿司作ったりするじゃん。なんか事件、そう、その感覚でさって思ったけど、まあ、めんどくさいならやめとくわ。食べる配信しない。静かに一人で食べます。来年の節分はお手製恵方巻きを作れるようになっておきましょうって。私？来年？か、あのバレンタインのスペイベさ、なんか私ハンバーグ作ることになってるけどさ、ファンの方の間で。そんなこと言ってないからね、私は。バレンタイン配信でハンバーグ作ろうかなって話はしたと
と思うけど一切言ってないからね、ハンバーグ作るなんて言ってないよ。なんかそうなってるけどさ、ハンバーグは作らんよ。お菓子作りでしょ。だからハンバーグの口で来ないでくださいね。お菓子作り配信で作ろうかなとは言ったけど、イベントはお菓子ですよ。そう、なんかいろいろ混ざってねハンバーグになってるけどさ、ハンバーグじゃないからね。ハンバーグの口できても知らんよ。甘いもん出てきても知らないよ。おかしなのは知ってるけど、口はハンバーグでいきますって。じゃあ美味しく感じんやん。お菓子ね、なんでかハンバーグになってるさ。やった、ハンバーグをこねる回当たったみたいなのさ、ツイートしてる方が数名いてさ、ハンバーグじゃないよ。参加者のうち3人はお菓子だと知ってます？うん、2人ハンバーグって思ってる人いるから2対2だよ。4人だよね。お菓子だからね、バレンタインのイベントは。こんばんは。半ハンバーグ。お菓子です。ゆきりかちゃんが作ってファンの方が食べれるってすごいイベントだねって。ね、すごいよね。ね、すごい機会だと思います。レア。他のグループでやってる人やってるとこもいないもんね。そんなアイドル側が作ったものを食べるみたいな、なかなかない。レアハンバーグじゃないって、ハンバーグじゃないって。こんばんは。レアです。スペーペは自信ありますかって。でもまだ何も分かんないよ。私も、私自身も何も分かんないから、自信も何もまたないけど、でも大体さ、お菓子はレシピ通りに作ったらできるので自信はありますよ。ライスさん、ペンライトありがとうございます。神ギフトありがとうございます。たこ焼き失敗のパターン、どうする？失敗しても食べる？失敗しても食べさそう。練習わかんない、何もまだ知らない。焦げたものも食べさそう
ちゃんと保険に入ったから参加しますって。保険なんて入らなくていいよ。ちょっとお腹の調子が良くなるくらいよ多分。さすがにお菓子やったら。チョコとかクッキーなら失敗なんてしないでしょって。チョコは失敗せんやろうけど、クッキーは失敗ありえるよ。なんか焦げたとか。私の家のオーブンなんて一瞬でクッキーを焦がすので、失敗は。こんばんは。クッキーは結構もねむずいよね。私もそう。でも今はオーブン付きレンジみたいなのに変えたから、レンジでクッキー焼ける。パンもクッキーも焼ける、レンジ。お菓子はむずい？作ったことある？お菓子作り。マカロンは超むずいね。あれはむずすぎて作ろうと思わない。明日の公演出ない？そう、明日は下北 FM の方に私は出ます。19時から。マカロンは激ムズ、激ムズ。マフィン、マフィン、マフィンならいけるんじゃない？そう、鼻だれは明日はないです。私は次の鼻だれは17です。こんばんは。楽しいデマトーク聞けるかなってね。明日はテンション上げていきますので。下北テン上げでいきましょう。もしもし、こんばんは。もしもし、我々も点上げで電話しますね。点上げで。でも下北はなんか楽しいから、なんか意外とテンション高めな感じ毎回。企画とかあるもんね、スケッチブックの。今回は何だろう、お題。何回目の出演？何回目だろうね。でも数回、数回です。何回だろう、6とかかな。そんな感じかな。5か6、6とかじゃない？ 3 は絶対ない。
留守電もおすすめではないみたいなので、今回は休んでお話し会に行きますって。じゃあお話し会で待ってます。少なくとも3回電話してるからもっと売れてるね。5ぐらいじゃない、5、6とかな気する。なっちゃんと2人で出たやつとかもあるし、そう結構で5、6とか6とかな気するけど、わかんないね、はっきりは。どうなんだろう、こうかな。ヘムヘム、エゴサして探しましょうかって。え、めんどくさいじゃん、そんなことできるの。まあすぐできるか。胸ゆきりか下北 FM って入れたらすぐ出せるよ絶対。ツイッターで、こんばんは。10時半22時半やじゃあ僕は下北聞けないんだねって。公園ね、公園行ってたら危険かもしれんね。そうやね、かぶってるかも。でも下北結構長いので、いや、かぶってるか、丸かぶりかな。こんばんは。公園早めに終わるけん、生でもワンちゃん公園帰りに。もしもし、今回が5回目っぽい。マジ？その研究生の時のも合わせて、そんなもんなのか。明日2月。そうだよ、今日1月最後です。1月、でも1月は結構濃厚な1ヶ月。ロボリーさん、タオルありがとうございます。恋1月、2月はワイの誕生月やねんて。あ、もうすぐだね。ロボリンさん、神ありがとうございます。元旦公演の髪型見たい？あれはもうほぼお蔵入りです。ほぼお蔵入り。誕生日当ててみてください。あなたの、いやー 20% になっちゃった。ぐさ刺した。暗いです。おでこだし。20% 更新してください。実家は室配信ね、1月長かったよ。なんかいろいろあったもんだって。長かった。
ユニさん、タオルありがとうございます。ラブタオル、そう、お正月付近は帰省した。次はいつ帰省しよっかな。ゆうささん、キラキラありがとうございます。うん、エゴサしたところ、1月からゆきりが配信見てるらしい。あなたが？じゃあまだ1ヶ月も経ってない。1月の面白い場面ベスト3？なんだろう、面白い、印象に残ったじゃなくて、面白い、印象に残った、でもリアルお話し会あったよね。リアルお話し会とか結構印象に残ってるけど、リアルお話し会、in大阪、あとは元日公演、ヤンマガもそうだね。ヤンマガ、だからめっちゃあったよね。そう思ったら1月何かと、そうでもないのかな。こんばんは。いや、個人的にお正月好きだから、そう、1月頭とかは、いろいろ2月もね、たくさん、まあいろいろあると思うので、1月より濃い1ヶ月になるかならないか、なるかならないか、2月の方が濃いかもしれないね。うん、薄いのわかんない。と濃いよ、2月の方が。きっと濃いです。胸行きの無、あ、ウルトラクイズ、あれも、あれ、あれも正月明けか。見れた？あれ見るの難しいじゃん、ウルトラクイズ。アマプラの、あ、アマプラのなんかで見たね。めっちゃいい企画やけんさ、すごいよね、大掛かりな。クイズ失敗したらそこでさいならですよ、個別で帰っていく、すごくない？さっき途中まで行って、そこでミスったらさよならって帰っていく。本当に帰らせると思わんじゃん、でもね、
本当にさよならって。お寿司食べたかった。そう。ベンジャミンさん、神ありがとうございます。そう、本当に帰らんと思うじゃん。なのに本当に帰らされてびっくり。いや、実費じゃないですけど、さすがに。さすがにそれはないよ。でも個別でさ、なんかあんま帰らせたりするイメージってないじゃん。一緒になんか本当にそこでバイバーイなのがすごいよね。しかもあの丸バツに飛び込むやつとかも初めてやったし、あれ人生でやることなんてなかなかないから、丸バツなんか砂漠みたいなとこで、またやってほしい。数年に1回だね。こんばんは。本物は泥水ですけどってね、まだ優しかったね、普通の水だったから。あれはまあ12月頃だったかな、確か収録は。放送されたのは1月やけど、泥水ね。でも泥水とかに入ってみたいけどね、一回めちゃくちゃに汚れてみたい。勘はいい方ですねって。そう、勘めっちゃいいよ、私超勘いいです。生クリームバズーカ、生クリームバズーカ、でもなんかそうね、汚れてみたいよね、体を張ってみたい。バンジーとかじゃなくて汚れる系の。こんばんは。噛んで生き残ってました。バンジーは嫌だけど、寝起きドッキリ。でも私めっちゃ気づくんよね、あのドアが開いた音絶対気づく気するんですよ、マジで。もう些細な音でもパッて目覚めるんです。ね、超ね、気づくタイプ。
ケル君、お肉まん、ありがとうございます。お肉まん、カンの嘘が薄レベル。そう、誰かが入ってきたら分かるんよね。たけるくん、くま、ありがとうございます。寒がりくま、24時間配信が懐かしいねって。そうね、あれは研究生の時だったよね。もう結構前、2年前とかかな。なんかクマギフト多い。寒がりクマとお肉まぐらいですよ。そう、寝起きバズーカはしたけど、寝起きバズーカ、やや、やっほー。こんばんは。2021か、じゃあ2、3年前、2年前くらい。 Thank you ペンライト、 Thank you。 名前なんて読むんだろう。2月の抱負、2月の抱負、むずいな。2月の、2月はとにかく頑張る。うどむさん、お肉まありがとうございます。みきやくん、ファイト、ありがとうございます。2月、毎月抱負作る。今月はどんな月にしますかって。ヤスルパンさん、ありがとうございます。ユリさん、クマ、お肉まありがとうございます。大好きな冬も2月で終わりますねって。いや、冬は3月まで、個人的には。こんばんは。1500のためにコーラ買っとくって。コーラで岩タイプ、炭酸苦手なんよね。コーヒーかな。3月は春では、いや個人的にですよ。私3月も冬カウントする派なので、3月も雪だるま気分で。そう、冬好きなの。でもまあ、また夏を越えたらすぐ冬が来るから、すぐ来る。今日コーヒー飲んだ、なくなっちゃった。インスタントコーヒー買わなきゃ。なくなっちゃった。ミニマロンさん、ココア、ありがとうございます。もう牛乳はもうとっくにない。2日前ぐらいにまた買わなきゃ。起きたらまずコーヒー入れて飲むんです。それでなんか目を覚まして、そう、なくなっちゃった、買わなきゃ。
今日スーパー行ったのにな。スーパー行ったのに買い忘れた。朝起きたらコーヒーで目を覚ますのです。前髪今日結構いいですよ。多くない？なんかたまに少ない日あるじゃん。多くない？今日めっちゃみっちりみっちりあります。みっちり。こんばんは。朝ガリガリ引くと目が覚める。あ、豆引くタイプ？すごい本格的。コーヒーさん神ありがとうございます。ヤスルパンさんも神ありがとうございます。神こんばんは。お話し会の決済今日までですよって。あと1時間です。もうそんなギリギリで。ギリギリだよ。最近はめちゃくちゃ髪の毛を伸ばしたくて早く伸びろーって思ってます。早く伸びろー。ちいかわです。これはラッコさんとハチワレ。ひなさんキラキラありがとうございます。バランスボールに乗ってますかって。いやまだ短いんよ。もっと伸ばしたくて。早く伸びろーって願ってます。伸びろ伸びろ。最近は髪の長い女の子にハマってて伸ばしたくなりました。目覚ましのちいかわ見る習慣つきそう。ええやん早起き。どこまで伸ばす？あと20センチぐらい。それは長すぎるかな。あと15ぐらいかな。10か15ぐらい。したい髪型あるのかなって。そうなんか超ロングのツインテールしたい。高めのじゃなくてこの辺から。だから6月までにあと15センチぐらい伸びてほしいけど間に合わんか。3あ間に合うか。2、3、4、5、6 2、50いけるやん。ちょうどいいんじゃない。3、5、15いけるいける。
生誕合わせ2年連続ポニーテールしてるから、今年はロングの低めツインテール。染めたい欲はないね。なんかもうなんやかんやで多分黒が一番似合うんですよきっと。ツイン希望しますね。6月まで頑張って伸ばすわ。モチベ下がりそうになったら可愛いアイドルのロングの女の子見てモチベ上げてる。たまに切りたくなるけど、そう生誕もう楽しみになってきた。早っ、あと半年ぐらいあるんやけど。早っ、もうすぐ23歳8ヶ月ですねって。いやまだよ、あと15日。こんばんは。おすすめのロングの子、なんか今はなんかアイライフさんにハマってて、アイライフさんのリリさんのようなツインテールしたい。アイライフ、鬼軍曹さん神ありがとうございます。フォローしました、早っ早っ。ここ来ると焼き豚卵飯食べたくなる。食べな食べな、作れるよ。初知り、マジ？めっちゃ有名だよ。アイライフさん。焼き豚卵飯の口になりましたって。焼き豚卵飯の話してないけどね。やっほー。バランスボール。何時に終わろうかな配信。もうちょい最後暗闇歌って終わろう。歌えるかな。こんばんは。バランスボール、そうバランスボールに座ってるの。定食屋でネギの卵焼き食べた。あ、通ってるの？すごいね。定食屋が良い。イヤホンがあっちにあるからイヤホン取ってこないか。カラオケするにあたってイヤホン取ってこな。
防波堤でリカちゃんコールお願いします。防波堤のコール、イヤホン取ってこようかな。なんかあることが今納得してて一つモヤモヤが消えました。ない、ない。イヤホン取ってくるわ。ミュートにしようかな。まあいいか。いや、固めようかな。ちょっと固めよう。いい気分じゃないね。なんか部屋にご飯臭残るじゃん、野菜とか焼いたら。ちょっとやだわね。キッチンとかで孤立してないけんさ、なんかすごいご飯臭。まさしく暗闇が似合います。そうね、一曲なんかでちょっと声出しを兼ねて一曲歌って、暗闇歌をしっかりちゃんと。充電大丈夫かな。じゃあ声出しを、あれ、ウェウェウェ、そう、ご飯しよう。あー、聞こえますか。カラオケテステス、マイクテステス。じゃあ息ごこ、息をする心、いきます。息ごこです。あー、ここでカラオケするの初めてだ。ここの床でするの。
ペンライトありがとうございます。じゃあ暗闇、よいしょ。では暗闇暗闇暗闇、寝てた？起きた？電気消しませんよ。
ミラーボールありがとうございます。カニさん、ゆりさんありがとうございます。ペンライトもありがとうございます。暗闇でした。いい曲ね。ということでカラオケは終わろうかな。暗闇がこんなに素敵な歌だということを改めて思いましたね。そうです、素敵な曲。はいはい、そう、今日の暗闇、瀬戸内の声も歌おうかな。STU で。リカちゃんの歌声が聞けて感動しました。でも暗闇むずいね。なんか瀬戸内の声、thank you.
とうございます。瀬戸内の声でした。ありがとうございます。ってことでもう23時になりましたね。ありがとうございました。素敵な歌声ありがとうございました。でも今日は喉の調子が良くないですね。もっと調子のいい日もある。ということで1月ありがとうございました。1ヶ月、明日からは2月です。2月も楽しい思い出を作れたらいいな。ベイスさんハートありがとうございます。この歌で終わるのいいですね。ね、しんみりしんみりで。明日は下北 FM よろしくお願いします。生電話もありますので、では NHK でラブベリー見て出てる、マジ見なきゃ。終わります。ありがとうございました。男女読みます。13位、コーヒーさん。12位、ほずみさん。11位、きちねさん。10位、くにさん。9位、たけるくん。8位、べほげなさん。7位、みきやくん。6位、やすべえさん。5位、やするぱんさん。4位、ゆりさん。3位、むーらんさん。2位、うどむさん。1位、かにさん。ありがとうございました。かに、最近ちゃんと壇上に登る。3回目、まだそれ言ってからたまたまね。ということでありがとうございました。また明日です。明日もね、そうだね、残ったご飯食べようかな、これから。では終わります。ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。ありがとう。また明日でーす。忘れかけてた親ほっぺ。またねー。